今日は皆さんご存知のジークンドーの石井東吾先生に、ね、来ていただきました。はい。じゃあ僕がその武術を学ぶ理由っていうのは、競技者として勝ち負けの世界っていう考え方よりも、自分としては、まあ、何かあった時に自分の身と、まあ、その自分の大切な人の身を守れるぐらいでいいんですよ。はい。いいと思う。そのジャブの距離と、はい、ちょっと遠間の距離。はい。あ、お、来た。スペシャルゲスト。知ってますか？知ってます。どんな人ですか？何それ？ジークンドー。おお。ジークンドー。ジークンドー。大先生です。いやいや、そんなもん。すいません。すごい。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。撮影ですか？とりあえずもう行きますって言って来たんですけど。ということで今日は、はい、ジークンドーを教えてもらって、はい、まあ、我々 MMA に行かせていきましょうって企画を教わってたんですけど、まあ、カンナも来たんで、ちょっと、ジークンドー的な、ね、強い打撃の言い方をちょっと教えていただいて、はい、で、カンナにもやってもらって、カンナもやったじゃん。はい、ということで。ということで、強い打撃どうですか、強い打撃。やりたい、打ちたい。やりたい。強い打撃打てます打てません。カンナ言わせたい。いや、そうなんだ、そうなんだ、強いじゃん。そうですね、はい、あ、できればお願いします。はい、お願いします。じゃあまず、どうしよう、はい、最初、打ってみますか。あ、打ちたいです。僕、王さんは、あ、もちろん知ってます。はい、なんで、右ストレート、じゃあ右ストレートしましょうか。ストレート1個、こんな感じです、はい、うん、なんで、大丈夫です。大丈夫です。すいません。どうですか。はい、もっと重くなると思います。これだ。ジークンドーの原理では、パンチファーストっていう原理があって、そう、はい、拳を今、はい、こう打ってたと思うんですけど、これを拳を先に相手に到達させる。こうすることによって自分の自重がここに一点にかかるわけですね。はい、ちょっと持ってもらったら分かると思うんですけど、上に、はい、はい、そう、これでこう踏ん張ってください。はい、そうそう、両、はい、前にやったわけです、はい、そうそうそう、はい、こう力を伝えるのと、おお、下がっちゃいますね。そう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 、すごい、全然違う。まあ、当然っちゃ当然なんですけど、はい、これがこれと、こういうパンチと、はい、これ、全然違う。そう、だから原理としては、はい、その自分のその 手に対して、はい、これが浮かせるんですね、この前足。そう、だから最初に、はい、1,2,3 の順番で着地するんです、はい、3点に。最初に手がついて、はい、次に前足、後ろ足の順番でつくんですよ。はい、そうそうそう、はい、そう。そうすることによって、これが、はい、これだけだったのが、おお、やばい。今本当に軽くです。本当ですか？全然軽くです。ちょっと聞きましたよ。すごい。であとは、まあ、その、まあ、じゃあちょっとここで、はい、このなんですよ、地面からの力をしっかり伝えて、はい、おお、すごい。ちょっとやばいこれ。はい、地面からの力を伝えるってことは、踏んで、そうそうそう、踏んだエネルギーを、そう、はい、そう、効力を逃さずに、はい、これを伝えて、ここに残す。だから そのためには、前足が先についてしまうと、ここに全部流れちゃう。1,2,3。そう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 。なるほど。手を先に、はい。そう、そう。後ろ足はもうこうに。後ろ足は、そう、ジークンドーのクロスでは、ここをしっかりこう揃えるんですね。そう、これを例えばこう絞ってしまうと、こっちが内側に旋回してしまう。なるほど、はい、そうじゃなくて、こっちを右側をヒンジにして、はい、ここで止めて、ここはストレートにボーン、まっすぐだ。だから、はい、必ずパンチを打つ方向には、いや、膝とこのつま先と腰のラインが揃えてる、はい、クロスを打つから。なるほど、ここでストレートリーと同じライアライメント、ライン切れ、うん、そうそうそう、これが例えば、はい、こうしちゃうとよく言いますね、はい、僕もちょっと内側に張りがちになって、ここは回ってるのに、こっちはストレートです。
そうそう、ベクトルが違っちゃうんです。なるほど、方向を合わせるだけです、うん、でそれに対して前足を浮かすだけ。前足を浮かすのが難しい。そう、難しい難しいです、ね、だからこの遠間からでもこうやって。あー、なるほど。ただジャンプじゃないんです。床スレスレを、すごい、何今のすごいすごい、何今のジャンプじゃない。そう、でも重いですよね。いや、めちゃくちゃ重いっすよ。ちょっとやってみて。すごくちょっと恥ずかしいことになりそう。手で持った方がいい。じゃあ、お母さん先やってください。うん、そうそうそう、ここからあ、こっちに逆ジャンプ、そうそうそう、でこうアライメントベクトルを揃えて、そう、このラインを揃えて、そう、手を先にこういうこと、そう、先ですよ。ここからこういうです。おお、こういうこと、そう、こんだけ重くなるわけですよ。ここだけ揃えて、そう、はい、乗るわけです。今までドンドンってたんですけど、ドンってことです。そう、で、はい、手を先導することによって、はい、このモーションも、あ、分かりづらくなるんですよね。はい、はい、だから腰から先にひねってしまうと、はい、これがこっちのモーションが先に動くわけ。はい、はい、そうじゃなくて、こっから早くこのこう出す。なるほど、なるほど。すごい、早い。手を先に、そう、手を先にでつけて、そう、そうです。こっからこんな感じです。難しいんだよね。簡単に見えませんよ、ね、簡単に、そうそう、簡単、おー、そう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 、なんで自分で隠れてたのに。いや、すごい、預けちゃった。おお、そうそうそう、あ、そう、今こんだけ大丈夫、ほら、体重が乗ってる。ああ、それを今のそのミットにかける。で、足つくのは感じの後、1、2の準備。そう、ほら、お、今変わったよね。今でいいんだ。難しいじゃん、ちょっともう一回集中してやるってください。そう、そうそう、え、どうですか？あ、なんか自分でぶれないし、ここにかかる、はい、多分重さが変わる。そう、そうそうそう、難しい。お、うん、すごい、いいっすね。とてもいいんじゃないですか？すぐできるよね。すぐ、そう、いやいやいや、感性が高いです。すごいイメージがすごいですね。体現に、パンツ主導。そう、で、あとは、はい、もっとより重さを出すためには、はい、この肩甲骨をここから、はい、伸ばして、はい、解放して、はい、カノさん肩甲骨、こういうことです。あの力抜いて、おお、全部いいですね。ほら、オッケー、今治ったね。違うでしょ、違うんですよ。すごい、ほら、これちょっとジャブやってみてもいいですか？サイドリード的な、もちろん、これも同じですよね。同じよ、パンツ手動で乗って、そう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 、一緒です、うん、あ、ちょっと行き過ぎですか、うん、向こうに行き過ぎですか。そうですね、もう、そう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 、ジャンプの方がやりやすいかもしれない。ああ、リードの方が、はい、まあ、そうかもしれない。後ろ手の方が、確かにすごい距離が伸びる気がする。うん、うん、で、遠間から当たる気がする。うん、だ、自分の自重をああいうふうに使うと、はい、まあ、体重軽くても、はい、軽してる感じが出ている。ちょっと、先生、ストレートリードで今のパンチの力、はい、ここからここから、おお、すげえ。例えばこれカービングして、まあ、正面に打つってあんま当たらないんで、こっちのラインを取りながら、はい、これで
貫通させる。おお。で次にこう投げていく。次につなぐ。早っ。あ、これやったらどう思う？聞いたことある。ジャブやすぎる。ジャブ。ジャブ大事でしょ。ジャブで。難しい。ジャブも一緒ですね。前足を先に。そう。うん。ほら、重くなった、なってるじゃない。でしょ？なんかよくうまくいってるときは全然違いますね。そう。感触がすごいよ。全然違う。早い。なんで？そんな持ち上げないでください。あ、先生、どっちの方が伸び伸びが早いですか？ハンナちゃんっすね。いや、俺もそう思いました。ハンナの方が上手だけど、ハンナって本当結構ノリノリ放って、打撃だけじゃなくて組み技とか寝技でも、すごい。立ち技とかすぐできる。そうですね。すごいですね。感覚が分かっちゃえば、すごいセンスがあります。ということで、じゃあ入門ということで。